はい、じゃあよろしくお願いいたします。新型コロナウイルス感染症の発生につきまして発表をさせていただきます。昨日5月の22日県内におきましては5名の新型コロナウイルス感染者発生が確認をされました。公衆衛生上の観点からお住まいの市町村名の内訳公表をさせていただきます。徳島市1名、阿南市2名、上板町2名となります。また主な感染経路につきましては、濃厚接触者または接触者が3名、県外が1名となります。なお最軽となりますが、家庭内感染、1家族2名となります。そして帰省関連、飲食店関連、小学生、中学生、高校生の感染者はおられません。その他感染者の年代、主な行動歴、症状の程度など詳細につきましては、記者の皆様方のお手元に配布させていただいている資料をご参照願います。それではこれを受ける形でということで、徳島アラート5指標7項目、発表をさせていただきます。まずは直近1週間、これは5月の16日から5月の22日新規感染者数については47名となります。40人台となったのは4月の1日以来52日ぶりとなります。次に感染経路不明割合47分の4、8.5% となります。次に病床の逼迫具合について3項目。まず確保病床の使用率については239分の101、42.3% となります。次に入院率につきましては115分の101、87.8%。これは高ければ高いほど入院すべき人が入院をできる率ということで、マックス、過去最高値となります。うち重症者割合については、25分の1、4.0% となります。次に療養者数につきましては、115人となります。そして最後、PCR の陽性率については2068分の42、2.0% となります。さて、今ほども申し上げたとおり、本日発表した感染者数5名となり、6日連続で新規感染者数が1桁台となりました。少しずつ徳島アラートにかかる指標も改善をしているところではありますが、例えば新たなクラスターが発生をするなど、ひとたび感染が拡大をすれば、医療機関に大きな負荷がかかること、我々はあの4月上中旬の、下旬までそうですけどね、あの状況、すでに経験をしているところであります。全国に目を転じてみますと、昨日は沖縄県で2日連続過去最多を更新、231名となりました。さらに全国では1位が北海道658、2位が愛知県616と、新規感染者が東京の602、あるいは大阪の406を大きく上回る形となったところでありまして、大都市圏のみならず、全国各地で変異株の猛威、振るっているところであります。本県といたしましても、再度の感染拡大を未然に防止をする、引き続き強い危機感を持って対策を進めてまいりたいと考えております。そして昨日で愛媛県がまん延防止等重点措置、こちらが終了となりました。そして新たに本日沖縄県緊急事態宣言適用をされることになります。
このことによって少し総括をしますと、緊急事態宣言の対象地域は新たに沖縄を加えることによって10都道府県、またまん延防止等重点措置、こちらは愛媛県が卒業し、沖縄県が緊急事態宣言の対象になったということで、2つ減って8県となりました。まあ、そうした意味でこちらを少しご覧をいただきたいわけでありまして、この徳島アラートの様子でありますが、特にこの2のところですね、それぞれの移動を極力控えていただきたいという対象が入り組み起こっております。まず緊急事態宣言、こちらは今申し上げたように沖縄を加えて10都道府県なんですが、実は適用期間に注意が必要となります。まずこれまでの9都道府県については今月末、5月の31日まで、しかし新たに適用となった沖縄県については6月の20日までとなっていますので、この点については注意をお願いをしたいと思います。またまん延防止等重点措置区域については、もうすでに2つに分かれている。まず先発をした埼玉、千葉、神奈川、そしてその後加わった岐阜、三重、ここは5月の31日まで、そしてさらにその後で加わった群馬県、石川県、熊本県については6月の13日までということで、ここも2つの期限に分かれている点、ぜひご注意をしていただきたいと思います。県民の皆様方には、今申し上げましたように緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、これらの都道府県不要不急の往来につきましては、ぜひ自粛をお願いをいたしたいと思います。不要不急と申し上げましたので、仕事の関係だったらしょうがないでしょう、まあ、確かにそうなんですが、実は昨日と今日とで特色的なものが出ております。というのは、昨日発表分でお二人、本日発表分でお一人、お仕事で北海道は共通しているわけですが、北海道などから来られた、あるいは北海道で仕事に行って帰ってきた、この3名陽性が判明をしているところであります。北海道は言うまでもなく、昨日は日本で一番感染者が出たところ、そして緊急事態宣言その対象のエリアということなんですね。ちゃんとこのようにやはり出てきてしまうということであります。また現在県内の飲食店に対する営業時間の短縮、こちらを要請をさせていただいているのと、まん延防止等重点措置、これがもしかけられ、その対象が徳島市と申し上げておきましたので、徳島市内にもしまん延防止等重点措置これがかかった場合には、延べ床が1000平米以上の大規模集客施設、こちらは8時まで、午後8時までの時短をしなければいけない、要請をかけなければいけないということで、その予行演習とも言うべき大規模集客施設に類する県立の施設につきましては20時以降の休館、これらを5月の31日まで実施しているところであります。県民の皆様方、そして事業者の皆様方には多大のご迷惑、あるいはご不便をおかけをしているところでありますが、県民の皆様方の命と健康を守るためにも、ぜひご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げたいと存じます。加えて繰り返しとなりますが、まず県内の事業者の皆様方へのお願いであります。カラオケの設備、これを有する飲食店については、全国でカラオケを介してクラスターが出ている、多発しております。ぜひこれまで以上にカラオケの設備の利用をぜひ控えていただきたいと思います。また従業員の方の体調管理徹底をしていただきまして、もし体調不良の方、ぜひ休暇の取得徹底をしていただきたいと思います。またテレワーク、これらを強力にぜひ推進をしていただく、そして出勤者数を極力削減をしていただくとともに、今も事例で申し上げましたが、県外の出張、こうした点についてもそのエリアしっかり
っかりと確認をしていただいた上で、例えば緊急事態宣言、またまん延防止等重点措置、こうしたエリアということであれば、もし行かれる場合には徹底した感染予防対策、これを取っていただければと思います。次に県民の皆さん方へのお願いについてであります。家庭内感染、今日も発表でありました。また職場内感染、変異株を持ち込むことがないようにマスクの着用は元よりのこと。3密、これは密閉、密集、密接を3密呼んできておりますが、この3つが重なる場面、これに注意してください言ってきておりますが、変異株、この3つが重なるだけじゃなくても2つあるいは1つでも感染をする、そうした確率が高いところでありますので、ぜひこれら回避をしていただきたいということ。また手指消毒、うがいの励行、これら基本的な感染防止対策はより徹底をしていただきたいと思います。また県をまたぐ移動、ぜひその目的地の感染の状況をしっかりと事前に調べていただいて、慎重にも慎重にご判断をいただくとともに、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、その対象エリアについては不要不急の往来を自粛していただければと思います。そして21時以降の飲食の場、あるいは人の集まる場所への外出をぜひ控えていただければと思います。ここで1点ご報告を申し上げたいと思います。県内では6月上旬開設を目指しております大規模のワクチン集団接種会場アスティ徳島、その予約開始に合わせまして、支援する予定となっている徳島市の予約電話回線の増設につきまして、徳島市のワクチン接種、その予約電話がつながりづらい、多くの高齢者の皆様方のお話が出ているところでありまして、県による増設分、これまでは5月末に15回線、そして6月の頭からはさらに15回線、30回線を増やさせていただこう、協力をさせていただこうとしておりましたが、とてもとてもこれでは少しタイミング的に上んすぎるということがありますので、県による増設分をすべて前倒しをし、さらにパワーアップをして、5月末までには45回線、これからさらに10回線を上積みをし、5月末までに55回線、こちらを応援をさせていただくということで、徳島市の回線45回線と合わせて県のサポート、ただこれは5月の末からでありますが、55回線合わせて100回線で予約電話の混雑防止、しっかりとサポートしてまいりたいと考えております。最後に1点、これは残念なご報告であります。昨日5月の22日、新型コロナウイルス感染症で県内の医療機関入院をされていた80代以上の方1名がお亡くなりになりました。謹んで哀悼の意を表したいと思います。なお性別や死因など詳細につきましては、ご遺族に配慮させていただきまして公表を差し控えさせていただきます。また報道に際しましては、お亡くなりになられた方およびご遺族の方々に対してのプライバシーの保護、十分にご配慮いただきますようによろしくお願いを申し上げます。私の方からは以上です。どうぞよろしくお願いをいたします。はい、どうぞ。発表の中で、直近1週間の、新規感染者数が40人台になったのが4月1日以来で、はい、ここ6日連続で1桁台になりましたが、改めて表明をお答えいただきたいと思います。はい、まあ、一時期はこの数値アラートでいきますと、国のいわゆるステージ4 170人以上という、まあ、200台ということになっておりまして、結果としてこれが
病床の使用率を上げてくる、そして重症患者さんなどの率も増えると、まあ、こうした形での医療の逼迫を招く一番の要因となったところでありますが、まあ、様々な対策に、例えば4月の16日、もっと言うと4月の10日から予告をさせていただいて、昨年の緊急事態宣言、この時にも休業要請、あるいは時短の要請を47都道府県唯一、徳島県がかけなかったわけでありますが、今回はどうも様相がおかしいと、4月の10日予告をさせていただいて、16日から全県下への飲食店、お酒の提供は8時まで、そして営業は9時までと、まあ、時短の要請をかけさせていただいたところ、なんと 99.4% 全県下、お守りをいただいていると、まあ、こうしたご協力がまずは大きかった。というのは、それまで5つのお店が関連をして大きなクラスターが飲食の場で出る、あるいはそれ以外にも飲食の場からクラスターが出る、毎日飲食関係、ここだけを抜き書きさせていただきましたが、2桁。陽性者が出ていたと、それがついに今日もゼロということですから、まずはこうした点のご協力がありがたい。次に今度は全国でクラブ活動、特に大学のクラブ活動、運動部ですね、こうしたところでクラスターが多発をする。大学のクラブ合宿などもしておりますから、100名とかいうね、こういうのがどんどん出たということもあって、徳島県では4月の20日からクラブ活動について、例えば平日だったらまあ2時間ぐらい、3時間が2時間から3時間で、あ、逆か、平日が2時間、それから休日が3時間とか、まあ、時短をして効果的に効率よくということを申し上げていたところではありますが、そうした中、やはり運動部、文化部を通して複数の部活動、この中で陽性者が出、結果として大きなクラスターになってしまう、学校の場がですね、いうことがありましたので、まあ、その後、4月の27日からは全面的に5月の5日、ゴールデンウィーク最終日まで、ここのところを止めさせていただいた。県内の大会も延期などをお願いをしたと。まあ、こうしたことによって、この小学校、中学校、高校、こうしたいわゆる家庭内感染もあるわけなんですが、そうした陽性者、今日もゼロということになった。まあ、確かに学生の皆さんにとってみると、何も自分のところの競技スポーツが出たわけではないじゃないかと。だからもっともっとエビデンス調べて、そしてそこだけを止めたらいいじゃないか。確かにそうしたご意見、わからないではない。私も中高大全部運動会でしたからね。ましてやゴールデンウィークは県大会、あるいはその後の中学総体、高校総体、そうしたものに向けての強化をすべき大変重要な時期、私も柔道やりましたよ、徹底的にその時期はね。まあ、しかしそこで部活ができない、強化できないじゃないか、この気持ちもよくわかる、かつてやってきたものとして。しかし確かに数種目全部でスポーツあるいは文化合わせて中高一貫校では5つの部、それ以外の中学校でも複数これはあったわけなんですが、やはり部活動の場で出たということは、やはりそうした競技、もっと言うとこれが高知県県大会バレーボールでしたけどね、すごい大きなクラスターになりましたね。鳥取県大学と高校の交流、やっぱりバレーボールでなったと。これはファクトとして、事実としてそれが出ている、その後に、徳島の後に。ですからやはりそうしたものについては、短所が出た時にピチッと、もちろん言われるように必ずしもその競技だけではないじゃない、それ以外は違うじゃない、わからないじゃない、しかしその時点でバチッとそうだと、わからない限りはやはり同じものについて止めなければどんどん広がってしまう。ましてやその時というのは徳島大変な状況になっていたわけですから、まあ、大変そのお気持ちもよくわかるんだけど、そこは止めさせていただいた。しかし結果、その後学校の場というものが今守られてきつつあるということで、まだこれで確実にそうなったわけではない、まあ、しかしそうした皆さん方のご協力、場合によってはそうした犠牲の上に成り立った形でこの数字が今出てきている。
もちろんゴールデンウィーク、どうしても冠婚葬祭、特に葬の方ですよね、帰らざるを得ない、どうしようか悩まれる、じゃあと1000人を対象としてぜひ PCR 検査初打ちでもって受けてください、県の方からその分は負担をさせていただくと、まあ、こうした形でおいでをいただいた皆さん方約800名ですが、まあ、1人も陽性者が出ず、そしておいでをいただけるということがありましたので、また飲食の場についてもガイドライン実践点、こうした皆さん方には手上げ方式で、そして検査を受けていただいている5月の31日まで、その結果これまで約800近い皆さん方が受けていただいていて、その結果お一人無症状の方が見つかったと、これはもしこの検査をやっていなかったら、また手を挙げていただいてなければこの人は分からなかったということは、知らず知らずの間に同僚の方あるいはお客さんに移していた、そしてまた飲食店でのクラスターが出ると、そしてそれを家庭内に持ち込んで家庭内感染から今度は学校へ違う職場へと、これまでの構図がまた繰り返される。しかしご協力をいただいたおかげでこれも未然に防ぐことができると、まあ、我々としてももちろん先読みをし、全国の事例を見てそれを先手先手で打ってるつもりではあるんですが、必ずしもこの敵なる変異ウイルスの感染力あるいはその全貌が全てつかめたわけではありませんので、まあ、県民の皆さん方、事業者の皆さん方からするともっと先手打てるんじゃないか、ね、行政は遅いんじゃないか、まあ、それはもうおっしゃると全部が分かれればいいんですけどね、まあ、我々としても精一杯、また全国事例を徳島で横展開している、こうしたものはあるんですがね、まあ、しかしそうした皆さん方のご理解とご協力の結果今の数字があると。ただし先ほども申し上げたように、少しでも気を緩めると、あるいは自分だけは大丈夫じゃないか、そう思って行動した結果やはり出てくるということになりますし、今富山県が感染急拡大、実は今日富山県過去最高値64、昨日は32だったんですよね。なんとなくかつての徳島を見ているようで、やはり今石川がまん延防止等重点措置、こちらの適用になって、昨日が おとといが55、昨日が55、今日36と、やはり数が多いですよね。まあ、今度どん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 東日本へ今移っている、あるいは九州沖縄へということになってますのでね、やはりこれはいつ何時また徳島に戻ってくるかもしれない。あとインド株という新しい二重変異株、こうしたものも今どんどん見つかってきていると、まあ、これらに対してのサーベランス、これも今後の大きな課題になってくるんですけどね。ということで多くの皆さん方のご理解とご協力あって、また何よりも医療従事者の皆さん方が第一線でこの患者さん方に当たっていただいていると、献身的にと、まあ、こうした総合力で今の数字があるということですので、どれか一つが欠けた途端にまた再びあの4月の中旬あるいは下旬、こうしたことが襲ってくるということになりますので、決して気を緩めることなく、まず当面の目標としては何度も申し上げている、まあ、全体としてのゴールデンウィーク5月の9日までと言っていますから、10日から14日間この新型コロナウイルス感染症、何か対策を打った効果は翌日出るわけではなくて2週間後に出る、あるいは何か起こった場合のその減少が出るのが2週間後となると、5月の10日から2週間つまり24日、もう間もなくですけどね、ここまでは第一警戒態勢、そして次に緊急事態宣言、まず5月の31日まで沖縄以外はね、ここまでも次の警戒態勢ということで、常に臨戦態勢でここまでの緩和まず当面臨んでいく必要があると、このように考えています。以上です。ありがとうございます。続けてなんですけれども、はい、
先ほど徳島市の、ワクチンの接種に対する電話のお話がありました、はい、この5月末ということでしたけど具体的な日付とかはまだ、そうですね、まだ全体のテストパターンとしてまず5月の下旬にやっていくということがあって、これはまあ受付開始の目処、例えば今6月の5月の下旬から6月の初旬までをテストパターン、そして6月の上旬から集団接種スタートと、まあ、このようなスケジューリングをまず申し上げているんですが、やはり打ち手の皆さん方、まあ、昨日も質問のあった全体の流れ、これを問診をしていただく例えば看護学生の皆さん方とか、まあ、これを看護協会の皆さん方にも最大限ご協力をいただいて、まあ、募集をしているところですので、その目処が立った段階で実際のテストパターンに入り、そして6月の上旬と言っている高齢者の皆さん方の集団接種スタートピンポイントでいつですと、でこれを決めれれば今度は逆算をしていつから予約をということですので、それを一体5月の下旬末一体いつにするのかということで、まあ、ただ今まではこうバラバラで、最初は5月の下旬まで、末までに15回線、6月の頭からさらに15回線、30回線を支援をしようと、で徳島市の45と合わせて75でと、ところが5月の20日からの状況を見ておりますと、これに大規模接種、これが入ってきますと、まあ、なかなかこれまで6月の下旬頭ぐらいまでもう予約いっぱいだなんていう皆さんにとってみると、今度はこちらということになりますから、当然そこにしっかりと体制を整える必要があるということで、6月の頭なんて上なこと言わないで、もう5月の末に全パワーをと、でさらに30回線ではなくて先ほど申し上げた55回線、これを増やして徳島市の分と合わせて100回線でしっかりと大規模接種、あるいはそれ以外の部分も含めてバックアップ体制を取ると、このように考えています。ありがとうございます。幹事社からは以上です。他の記者何かありますでしょうか。どうぞ。幹事社はどうも減っているなんかあるんですけど、ただ一方でやっぱり死亡者というのは結構が続いている状況で、うちの知事も年代別の人たちなんかに、はい、ご公表していただいていると思うんですが、それを見てても高齢になればなるほど死亡率が高まっているような話を、福島の場合ですね、なぜその高齢者の死亡率が高いのか、これをちょっと教えていただきたいんですけど、はい、あとはその今後の対策とか今後に呼びかけていただきたいんです。まず全体の構成として65歳以上、この割合、これが 95.1% なんですね、亡くなった方の。ということでほとんどが高齢者とまず思っていただくと。しかもこの中で年代別でどこが多いのか、65歳以上といってもいろいろ幅がありますので、圧倒的に多いのが80代以上なんですね。ここが40名、そして70代が14名、こういう形にこうなってまいりますので、やはり年齢が高くなればなるほど、やはりかかると厳しいと。で、もう一つ、じゃあなんでこれだけ高齢者の方がかかっちゃったのかと。で、一般に高齢者の皆さん方は非常に用心をされていて、例えば基本的な感染対策、これもよくやられている。お話をすると自分たち本当に気をつけてる。あるいは出かけない、会食なんかしないよ。じゃあなぜということなんですが、個別は別として、実はクラスターが発生をした場合のその死亡者、これがどのくらいの割合になっているのか。実はこの高齢者の中で47名がクラスター関連、まあ、様々なクラスターが実は出て、例えば医療機関であったり高齢者施設であったり、あるいはカラオケ、昼カラオケとかね、いろいろこうクラスターが、高齢者にまつわるクラスターがあったわけですから、まあ、ピンポイントでそれぞれが死亡者だということを言ってるわけじゃないんですが、そういったものの中で亡くなった方が実は47名ということで、全体に占める割合は 77.0%。
つまりこうした高齢者の皆さん方が集まるところに盆と誰かが持ち込んでしまうと、これによって一気にそこにいる高齢者の皆さん方がかかってしまう、そして高齢者の皆さん方全体として数を押し上げてしまったと。実はこれが特色なんですね。だから本来は全国で見ると例えば死亡者が少ないところって高齢者の罹患してる人が少ないという傾向が一般に言われているんですね。徳島はこのクラスター、まあ、たくさん全部で27今クラスターがあるわけなんですが、この中でやはり高齢者の皆さん方がおられる施設集まり、こうしたところでのクラスターが非常に多いということで、結果として高齢者の皆さん方の割合が高くなり、そして高齢者の皆さんの割合が高くなるので重篤化がやはり高くなると、実はそういうことが分析の結果出ております。これはファクトということですので、もう一度申し上げますと、高齢者にまつわるクラスターこの中で47名全体で出ている、まあ、全部は若い人も含めて27クラスターが出ているんですけどね。ということで亡くなられたうちクラスターそこで感染をしたこの方々 77.0%、 非常に高齢者を感染をさせてしまった、そうした事例ということですので、何度も呼びかけているように、特に、まあ、別に高齢者だからというわけじゃないんですが、高齢者のおられるところに持ち込まないでほしいと、まあ、ここがやはり一つのお願いということになるかと思います。どうぞ。細かいですけど、それぞれ感染経路を、はい、まあ、大体の先ほど申し上げたように経路というよりもどんな形でということですから、例えば分かってないのがお一人1614の方だけということで、1615、1616、これは濃厚接触者ということでそれぞれ事例が出ております。また確認をいただいて、それからあと1617は接触者の方ですから、3人は濃厚接触者、接触者出どころが分かると。そして先ほど注意喚起させていただいた1618の方、この方は県外に出られていて、そして戻ってこられたと、仕事でということで、もう間違いなく県外由来と、まあ、こうした形で1614だけがまだ今のところ調査中ということになっています。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。